てつく風にさらされる聖地。川倉西の河原地蔵尊です。川地大衆とともに指針に参謀。大切な人を亡くした時、心にぽっかりと開いた穴。本堂には遺族が持ち寄ったゆかりの品々が収められています。2000体を超えるお地蔵様、生前の面影を映してか表情は様々です。この土地には早くに亡くなった我が子のために家族が花嫁や花婿の人形を贈る風習があります。せめてあの世で好きな人と添い遂げて幸せになってほしい。20年前交通事故で亡くなった斉藤直人くん、7歳でした。母親が花嫁人形を納めたのは元気なら23歳になる年のことです。直人くんの家はリンゴ園。ここで一緒にリンゴをもいだこともありました。西の河原地蔵尊に行けば息子に会える。その思いが長い日々を支えてきました。一番最初に仏壇に入ったのもこの子だし、お墓にも入ったのもこの子だ。3人兄弟の真ん中だった直人君、兄は去年結婚し、弟も今は社会人です。直人君いくつ違いだったんですか？3つで、やっぱちょうど27、27、下子は24。いや、多分ね、あっちの世界もあるんだと思うけど、今どうしてるかなっていうの、どうしてるっていう感じで。毎年7月、西の河原地蔵尊では例大祭が行われます。国名斎藤直人の少年を上学なく東大を大して供養に訪れた人々の中に直人君の母ゆき子さんの姿もありました。ふと思い立ち、年に 2,3 度は息子に会いに来るゆき子さん。この日は知り合いも一緒でした。
ね、長野来てくれたよ。ねえ、直人くんね。何の無事だ。まさかの27歳。27。亡き人と共に歳月を重ねる。北国に静かに受け継がれてきた祈り。